筑波海軍航空隊記念館地下戦闘指揮所。日の丸の上にこぼれたまんまのジュースは筑波海軍航空隊記念館地下戦闘指揮所には、映画連合艦隊司令長官山本五十六太平洋戦争70年目の真実の撮影のために作られた原寸大の零式艦上戦闘機21型のレプリカが展示されています。零式艦上戦闘機21型は太平洋戦争中に活躍した日本海軍の戦闘機です。ここでライトを借りることができます。艦内は薄暗いため、懐中電灯を持参することをおすすめします。筑波海軍航空隊記念館地下戦闘指揮所は、茨城県笠間市にある旧筑波海軍航空隊の遺構です。1942年に建設され、終戦まで爆撃指揮所として使用されていました。戦後は放置されていましたが、2003年に一般公開が始まりました。地下戦闘指揮所は事前予約が必要となります。見学時間は約30分です。中は薄暗く、見学には懐中電灯が必要です。見学時はガイドの解説をよく聞き、安全な見学に努めるようにします。なんて言ったら角が立つかだけど、極力自己責任にすべき。腹が蹴っては戦はできん、いや腹いっぱいでも戦はできん。そんな言葉よりも信じ抜きたい、人類は皆兄弟。いや、ただのブームじゃ終わらせない。いつかはルールに。地下約10メートルに位置するコンクリート造りの指揮所。ここを当時の人は使ってたんだよな。水滴が滴る暗い号。筑波海軍航空隊記念館の地下戦闘指揮所は、戦争の悲惨さを肌で感じることができる貴重な場所として多くの見学者に好評です。実際に使用されていた地下指揮所を見学することで、戦争のリアルを感じることができました。地下戦闘指揮所の構造や機能について詳しく知ることができました。薄暗い地下空間は当時の緊張感を再現しているようでした。筑波海軍航空隊記念館地下戦闘指揮所は、戦争の歴史を学ぶ上で貴重な場所です。見学を通じて戦争の悲惨さを知り、平和の大切さを改めて考えることができます。1942年太平洋戦争中の戦局悪化に伴い、筑波海軍航空隊司令部庁舎の地下に爆撃に耐えられる指揮所として建設。1945年、終戦まで爆撃指揮所として使用。1945年から2003年、放置され内部は荒廃。2003年、一般公開開始。コンクリート造りで、頑丈な構造司令室、通信室、休憩室、宿舎など様々な部屋がある。きちんと残された戦争の歴史を語る遺産。とても良い体験をした。